あずま小富士ステークスということでやっていきたいと思います。秘密警察の総帥ハッチでございます。こちらね、阪神、福島の11です。ダート 1700m のオープン特別ということで、ダート1700って、ね、特殊な設定で、まあ、距離の、ね、響きでいうと1004より1008の方に、ね、ニュアンスが近いんですけども、ダート1004の設定がある競馬場って、まあ、東京含めて中京、阪神、まあ、直線が坂があるコースなんですよね。まあ、もちろん1008の設定があるコースも一緒。に対して1007の設定があるコースっていうのは、北海道の2条、函館、札幌、そして福島、小倉と、その辺ね、あの坂がないコースってことで、その辺最後、あの踏ん張るところのね、必要の海 という点で考えると、実は1004の方に適性が近い、1002、1004型みたいな馬が穴で来るみたいなところもあるんでね、こういった形でいきたいと思います。まあ、これもね、5等ボックスでやっちゃいましょう。まずはね、2番のブルベア ID で、まあ、1008でも通用してた馬が1004でもね、前走2着好走ってことでね、まあ、サイドの距離延長っていう意味ではね、この辺り狙い目ではないかなというふうに思っております。で、3番のサンライズ・ザ・ポール、ネット競馬想定、13番人気。まあ、去年の2着馬が金量据え置き、休み明け立て直して、まあ、こんなね、あの、好条件の馬がこんな人気薄で買えるんだったら狙っておきたいと思います。まあ、そして6番のアラジン・バローズ、1007で2連勝してのオープン入り。まあ、このコースはね、前走ね、モジステークスも2着に来てますし、1007校舎で間違いなさそうだというところで狙っておきたいと思います。まあ、そして9番のダノンファスト、まあ、ネット競馬想定6番人気。前走のね、モジステークスは、まあ、60強勝って5着じゃ仕方がないですね。まあ、このコースは昨年の秋、福島民友カップでも3着に来てますし、まあ、むしろ1007校舎と言えるでしょう。で、14番のロッシュローブ、想定7番人気。まあ、前走モジステークスの勝ち馬ですね、金量が。まあ、同じ57キロで走れるあたり、同じ感覚で走れれば馬券圏内やってくれるんじゃないかなというところで入れておいて、まあ、今回はね、まあ、こういった形でやってみたいと思います。まあ、そんなわけでね、今週末の G1、桜花賞はメインチャンネル、冬神 TV で、その他はこちらで、まあ、もろもろやっていきますので、チャンネル登録の方ね、ぜひよろしくお願いいたします。以上、マッチでした。